に独立した。へえ。両方ともゼロからじゃないんだよ。企業人だから。俺が行くことは伝わってんの？渋々だった。いや別に全然みたいな。そんな、いや前から誘われてはいたけどさ、俺がいつもさやんわり断ってたから。なんでなんで。いや行くのには覚悟がいる。なんで飲むから。飲むから。ざけんな。関さんが覚悟がいるって相当だぞ。いやそんな浴びるほど飲むってわけだけど。結構この間関さん無事だったの？越谷で俺が関さんって言った後、俺が最後に見たのは関さんがさ、あの恵比寿のビールの箱持ってたじゃん。あれを地面にボーンって置いて、でそっから関さんがどっか消えてった。いなくなった。いや帰ってたんだけど。ああ。いや覚えてんだけど。ああ。なんかもう開いてたじゃん。途中でドンって何にもない銀行の前で落として、で後ろ振り返ったらもうついてきてなかったから、もう帰ろうと思って帰った。関さん勘弁してくれよ。関さんおしゃれな飲み物が来たところで、なんか見た目変わんないね。でもまあ別に俺も資料をそんな作ったわけじゃないので。資料もそうだけど、メニュー的に、うん、そのあと、うん、段階があるじゃない、うん、実績があるときないときとか。結局実績がない人に0の段階、全くまだなく何も実績がないときに、うん、話から入ったとしてもちょっと温度差がまだ違うよねっていう。違うね。だからやってきたらお前誰だよみたいな話になって、お前の動画見たとして確かな人間かどうかでまず確かめなきゃいけないっていう。だから世の中にないから漠然としてるから、え要は何ってなる。企業向けの B2B っていうのはもう実績がないればなかなか難しい、ね、なるほど。ああ。 B2B の方がさ、いや会社としての判断だからさ、うん、C の方がまあコンテンツの一部だから、うん、まあまあね、まあなんだろう、その時期でできると言えばできる、うん、まああなた演者なので、実際演者としてやっているのを LINE でバーッと全国にその契約しているところに配信したりとかしてないですね。まあ、そういうのだったら多分やりやすいんだろうなっていうところで、多分01作るのが特許としては一番かかるかななんてのは漠然と思ったんだよね。でそのカテゴリーの中に企業の課題として例えば運用の部分とか、発信の仕方とか、そう企画なりとかって話になれば、それはそれでっていう。それ最初の取っかかりは何だったんですか？最初の取っかかり取材、向こうからそういうことやってる人がいるらしいっていう。じゃあそこからが取っかかりで、取材されました、そこに乗りました、で依頼がいっぱい来たってこと。まあ乗ってますよっていうのをかけるわけ。その前は来てないです、依頼は。いや来てないよ全然。あ、来てない。世の中に埋もれて立ち往生。じゃあ関さん的にもやりたいなっていう気持ちはあったけど、特に新しいサービス立ち上げ機なんていうのは、商品レビューとかもそうだけど、最初にまず使ってみてもらうとか、まあ、インフルエンサーなんかも結構そうだね、うん、そうだね。それ通りやれるようになるってなれば、ある程度の仕組みで自動化されていくので、01のブレインストーミングってアイディア出しみたいな感じになること多いね。まあまあまあ、やれるかどうかわかんないけど話はできるみたいな話の。なるほど。お前がいきなりで、それで俺ちょっと考えたのが、それは不安かもわかんないけど、そうじゃありませんと。やることによってそういうスキルつきますよ、そういう個の価値高まってますよ、こっちの世界で食っていけるようになったからそっちで行くでもいいわけですよ。っていうお声でした。あ、すいません、失礼します。ありがとうございます。失礼します。失礼します。じゃあちょっと自転機熱い。あ、全然大丈夫。あ、全然大丈夫です。あのね、ちょっと自己紹介。あ、そう、お名刺。すみません。もうお名刺っていう時代でもなくなってきたんですね。そうですね。こうなんか握手するともう携帯で名刺入るみたいな。悪い人でしょ。頂戴です。頂戴します。登録してください。頂戴いたします。同期なんですか？裏西高校。そうです。西高生って個性のあるの多いですね。そうですね。すぐチャンネル登録します。いやー、すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。
すみません。すぐ登録して。そう、酒飲んでばっかなんで。12万9000人。いやいや、大したことない、大したことない。ありがとうございます。ありがとうございます。はじめまして、ありがとうございます。お願いします。僕なんか一昨日ピリピリしてるのに、だってさ、僕らと話をしようって言ってるのに、俺これ見ましたもん。セイさんカニだよ。ずっとプレッシャーの中で。ああ、なるほどね。プレッシャーの。プレッシャーない。カニだ。いやーすごい。ハラミンさんは何を最初はされたんですか。はい、最初は吉本で漫才やってました。同期かよ。同期ユニバース、あとナダル君。粗品くん、あとザジー。粗品、はい。なんか大阪が強いんですよ、私の代は。ザジーとか、あとビスケットブラザーズ。芸人さんだったんだよ。もともとそうです。で、芸人やりつつ、塾で先生でアルバイト10年やってて。そうなんですね。そうなんですよ。で、その後、アップバンクっていう、マックス村井ってご存知ではないの。あ、わかんないです。YouTube でなんかゲーム実況やってた。知ってます、メガネかけてる。そうです、そうです、はい、赤い T シャツとかパーカー着てる、はい、いっぱいいなくなられちゃって いなくなってはないんですけど、いなくなったなーっていう。マックス村井さんが運営してるアップバンクっていう企業に演者として採用されて、でそこで動画に出演していて、で3年前に独立というか個人チャンネルで今に至るって感じです。アジフライ好きです。いや、あの多分日本一のアジフライです。うわ、アジフライ食ったら他で食えないですよ。塩です。塩。この塩は私が1ヶ月かけて作ります。本当ですか？はい。で、塩にかけて作ります。じゃあ塩だけに。はい。塩で、うん、絶対うまいじゃん。いや、でも一心伝心で、私基本の場に夢をして、さっき店頭にも来ないし、誰でも。本当に来たんだよ。あ、うまっ。本当に来て、やってるのもってマスターに。で、土日金土は、ラインが出てくる。頻度以外はありません。で、なんか、まあ、大まかに言うと仕事。もっと働きたいんですよ。最高の幸せだな。もっと働きたいんですよっていう大人がたくさん増えたら、こんな日本になってないですよ。こういう方たちが、多分世の中を腐敗させていくんですよ。いや、なんで？あれ褒められると思ったの？急に悪口言われた。すげえ言いながらだと思ったのに。だってもう、みんなそうなりたいけれども、そうなれない人ばっかりなわけですよね。うん、で、そうじゃないのが正義だってことにしてるんですよね。いや、本当そうですよね。そうですよね。なんか、働いてることが美学だって言ってる人たち、ちょっと俺、もう負け組だと思ってて、うん、完全に。うん、で、なりたいけどなれないから、そうやってひがむわけですよ。そうですよね。でもそうなってる人たちだって別に楽してなってるわけじゃねえよ。本当そうっす。話なんですよね。そうっすよ。だって私も最初独立した時1日10時間ぐらい。10聞きます？もっとだから編集が終わんないから、はい、そうですよね、動画の編集は。そういうことですよね。それがどん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 効率化されてって1日2時間になっただけなんで。そういうことだって。最初地獄でしたもん。ね、すごい電話来た。めちゃくちゃ。真ん中伊勢海老、マグロで、こっちがカンパチで、こっちがシマアジです。カンパチ、シマアジ。なんすか、贅沢が全部入ってるような。一瞬でなくなるから、そうですね、一瞬で。これも結構辛口です。じゃあ辛口攻めでいいですか。はい、辛口攻めでいきましょう。これにもう一本あります、同じの。はい、ありがとうございます。はい、いや、なんかすいません、ね、いやいや、全然聞いてて楽しいです。いや僕は原口さんの話をもっとたくさん聞きたいんだけど、まだ俺が足りてないから、はい、情報が、はい、ちょっと忘れないうちに、はい、もっとちゃんとしたら、はい、案件で相談しますね。あ、よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。着想資源じゃねえって。ずるいよ。ずるい、なんか困ってるの考えてるな。しちゃって、あとそこの分野は誰がいいんだ。
古い、まあ、後で聞けばいいと思うんですけど、結局マックスのライドちゃんのあの上場企業として始めたチャンネルで100、まあ、そもそも100万人いったのがマックス村井が初めてで、うん、ヒカキンさんより先なんですよ、うん、でかつ上場企業でやっていた。なるほど。だもうめちゃくちゃ炎上とかを気をつけながらやっていた、うん、チャンネルに私はいたって。なるほど。もう最先端ですよね、誰も経験してる、うんうんうん、会社としてね、はい、だから組織としてその YouTube やるっていう未知なるものを運用とか運営者としてもやるっていうのがあるというのが一個なんですけど、まあ、でも大筋として言うとその世の中に情報発信って多分スマホが一人一人できやすくなってるんですよね、うん、1億総表現者時代ですね、うんうんうん、でそれを表現するんだけど、うん、リテラシーは絶対的についてきてないよねっていうのと、そこで明け落ちてるよねっていうのがすごく聞いて、うん、やべえ、俺小泉さんにまた会ってもらえなくなった。向かう先、じゃあどこに到着点はあるんですか、この YouTuber の人です。今やっぱスシローペロペロとか、はい、ああいう状況がある中で、うん、やっぱ当事者として見ていて思うのは、無免許の状態でアクセルしかない車に子供たちが乗ってるんですよ。なるほど。ブレーキねえんですよ、はい、ルール無用みたいな、ね、そうですで、じゃあ今こうなっちゃってるって言って、ハルミンさんからしたらどうやってこうしていくのっていうのって、うん、どう考えてるんですか YouTube。 じゃあ話戻していいですか。あ、話戻す。実は YouTube チャンネルをじゃあみんなでやるようになりました。でただやってるだけじゃなくて、その先で得たノウハウが社会に旅立った時にどう生きるかが知りたいこと で、その時に動画編集するスキルが必要だったり、炎上を回避できるリスク管理を持ってる人が必要だったりとかするじゃないですか。そのノウハウを得れてたとしたら、もう就職に繋がりますよ、ね、面白いなと思う反面、これがどれだけ浸透性と信憑性があるのかどうかは、これからじゃないですか。これから、いや本当にこれからということです。ゼロから発信してもらったから、プラットフォームあるところに乗っかっちゃえばいい、エビエスの持ってるところに乗っかっちゃえばいい。お金ね、商売としてね、商売として、うん、感じつつ、だからやってほしいし、ちゃんとマネタイズもできるって感じるのであれば、それが世の中に日本、少なくとも日本全国的にそれがピンアップされてる。よりはやるけど、うん、やりましょうよ。今のコンテ経営者ってそうじゃない、はいはい、ユーザーがついてきてくれて、お客さんがついてきてくれたってなったら、はい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 、裏切っちゃいけない。そう、いや、そうなんですよ。裏切っちゃいけないんですよ。だから同じ間違いはしちゃいけないから、うんうんうん、一度失敗した経営者は強いっていうのは、うん、僕はそこだと思ってるんで、うんうん、お仕事をいただきたいです100万だからやりましょうね。発注をだから、使ってほしいっていうことですよね。そうです。ありがとうございます。いやー、今日はすごい面白いです。お母さん音声入れない。ここは音声だけは使ってほしい。お母さん飽きましたよ。どこのお母さんかは分かんないです。まあ飽きましたね。だって生まだですよ。まだ3、4杯飲んだ後のこれですもんね、はい、まあでも貢献できることはありますよ。いや、間違いなく、うん、間違いなくそれはそうでしょうね。ありますよ。やっぱマネタイズはしたいんで、うん、だからこいつ使え、こいつケチだなと思ったら次切ればいいな、うん、業界にコミットしようっていう YouTuber 多分今いないっすよ。そりゃそうだ。え、マネージャー？いや、マネージャーじゃないですけど、窓口。窓口になってほしい。フィーを落ちる。フィーを落としたいと思ってる。だってここも稼がないと意味わかんないじゃないですか。めっちゃ見ようか。めっちゃうまそう。見て、ありがとうございます。すごいね、小泉さんのバイパス。え、面白い。それ、でも面白いっていうか、マジでなんか動かしましょうよ。動かしましょう。戦争自体のね、記憶と共に、うん、動かさないといけない。動かさないといけないね。そうですね。俺、男気じゃんけん大好き。ねえ、今日は行ったね。違う、今日はハラミンさんは、はい、違う、未来の僕たちの未来の僕たち。いや、今日男気じゃんけん。さすがだわ。マジ腹立つ。なんで俺に払わせないの。さすが、ごちそうさまです。ちょっと待って、ごちそうさまです。払いたかったね。ごちそうさまです。関さん頼むわ。マジでいいんすか。関さん、あざっす。いいお店ですね。
なんでカオスか。短いこれやるじゃん。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ごちそうさまでした。こういうことですか。あ、ごちそうさまでした。ありがとうございます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 。あ、美味しかった。うん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 。う